あっても鍵は渡さない。使い方も絶対教えねえからな。どうしよう、盗み聞きは良くない。だけど揉め事だったら仲裁しないと。やめろ。何してるんだ、手を離せ。子供相手に何してるんだ、手を離しなよ。すごく弱いね、その箱変な感じがする。鬼の気配かな。触るな。